はい、ではドントスターブ実況を引き続きやっていきたいと思います。前回はいろいろとねラックとか鍋とかの使い方を説明したりして豚小屋も建ったりしましたね。はい、まあ最近ロボットに乗ったりヤギになったりいろいろありますけどもまあ別のゲームの話は置いといて、テントはねもう一個ぐらい作っときたいですね。5階か、わあなんだあれ、どうしたんだろう。5階かね6階ぐらい使ったら、壊れちゃうのでもう一個ぐらいは作っておきたいかな。ロープが3つ、まあ、こんな感じでねロープはねやたらめったら使うので、持ってた方が草をねいっぱい集めておいた方がいいですね。あーでもそうだな、この虫取り網も欲しいな。とりあえずもう一個作っとこう。どこがいいかな、どこにしよう、ここでいっか。よいしょ。テントはですね、入ると産地と体力がたくさん回復してお腹がめちゃめちゃ空きます。そういうアイテムですね。その代わり夕方から、朝とか、まあ、夕方から入れるんですけども、一瞬で朝になります、次の日のね。だからこの料理をですね、お腹いっぱいになる料理を用意して入ったりするのがよく使う方法かなと思います。料理どうしたの、あ、腐りかけている。そろそろ使ってあげないとまずいな。どうしようかな、作物上の方できてるかな。あ、できてませんねよいしょ。あ、やばい、夜を忘れていた。今回はですね、そうですね、この辺の拠点を充実させて、まあもう冬まで飛ばしても全然いいと思います。あ、でもそうだな、 B ボックスぐらいは作っとこうかな。蜂のね、巣箱をね作ってみたいと思います。ちょっとね作るのは結構手間なんですけども、どうせいつか作るとは思うので、そうですね、バードケージも作ってもいいかな。鳥を飼えますねで、なんか腐ったものとかあげるってもなんか卵を落としてくれるっていう、ちょっと結構いいアイテムなんですけども、そうだな、これ作っててもいいな。チェスターどこ行った、チェスターあれチェスターがいない。あ、すごいお腹減ってる、これ食べとくか。よいしょ。ちなみにですね、作物はですね、糞を与えるとすぐ、育ちますので糞を探しに行きます。よいしょ。バードケージはどうしたんだって話ですけどもあ、やばい、マジか。ちょっとアビゲイル逃げれるかな。ビーファローが発情期に入ってましたね。よいしょ。あ、糞をこれはなかなか拾えなくなってしまったこういう風に種を植えてですね、糞を与えるとすぐ、1段階ぐらい進みます。よいしょ。どうしようかな、枝入れても大丈夫かな、ちょっとわかんないぞ。そこまでレシピを正確に覚えてないので、あんまりね枝入れることが多くなかったりするので、まあ、適当になんか拾いながら、そうですね、バードケージを作ってみますか。これかな、パピルスがいるって言ってるので、パピルスはこの足から作りますね。これか、よいしょ、これで作れるはず。ん、どこだったかな、あ、これか、ここに置こうかな、ここに置きますか、置きますか。よいしょ。で、鳥をゲットしなきゃいけないのでバードトラップを作ります。よいしょ。バードトラップも結構
蜘蛛の巣を使うので、バードラップは種を置いておきます。するとまあそのうち引っかかってくれるでしょう。それでですね、巣箱を作るためには、巣箱はどこかな、あ、これか。蜂をね4匹捕まえないといけないので、バグネットが必要になります。ネットはどこだったかな結構すぐ忘れてしまうんですけども、あ、これか、ロープが。これね、バグネットは2本ぐらい作っとかないとちょっと厳しいものがありますね。あ、雨降ってきた。あ、ちょっと待って、豚が豚が種食べてる、なんてこった。よいしょ、もう一回仕掛け直しとくか。よいしょ、あ、なんかできてますね。ちょっとお腹がえらい減ってるので適当に食べておきましょう。何してたんだかな。あ、そうそうそう、ネットを作ろうとしたんだった。よし、バグネット、これを2本作りたい。でロープはちょっと置いとこうかな、この辺に直置きしてていいか。あ、かなりね早く、できたのが分かると思います。ちょっとこの辺が腐りそうな、あ、引っかかった。よいしょ、で鳥をここに入れてあげます。これで鳥を飼うことがねできるんですね。でどんな風に使うかっていうと、まあ、この腐りかけの肉とか与えてみますか。腐りかけの肉を与えると、よっ、あれ、あ、これこの肉は食べないのか。そうなんだ、初めて知ったなこのお肉は食べたくないと。わわわ、ちょっとこれお尻が赤いビーファローが寄ってくるのがちょっと辛いぞ。あ、でもこいつもしかして今孤立無援なのか、一人しかいないパターン。あ、これラッキー、群れからはぐれて倒せますね、これは簡単に。おー、ありがたい。ちょっと今回あんまりカットせずにいってますけどもありがたいですね。種を与えてこれを入れておきましょう。でこのジャーキーを、まとめておきたいかな。よいしょ、あ、もう夕方になってしまった。ここはいつ巣箱を作るのかって感じですけども。よいしょ、これ食べない、食べないか。火を入れたら意外と食べたりして。よいしょ、どう、あ、お、食べてくれた。火を入れたら食べてくれる。卵ゲット。肉類をねあげると卵を出してくれます。これも、あ、これは生じゃ食べないんだね。生じゃいらないって言ってる。そうか、火を入れればいいのか。ここにして初めて知ったことがよいしょ。卵でもね結構、美味しい料理ができるのでなかなかいいですよ。で、このビーファローの大きいお肉は干しときましょう。あ、危ない危ない危ない、与えるところだった。適当に入れて、で、これ入れとこうかな。よいしょ、お、なんかちょっと美味しそうなものができたぞ。気持ち美味しそうなものが。どうしようかな、食べていいかな、まあ、パク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 食べますけども、お、かなりお腹が回復して、まあこういう風に料理のね、効果を調べながらいろいろ料理するのも楽しいと思います。蜂を取りに行きましょう。よいしょ、蜂を取るにはですね、どうだろう、この辺の
そうですね、蝶も取っておきたい。よいしょ。蝶も意外と大事なアイテムなので、巣箱を作るならですね、巣箱を作るためには作ったなら蝶はとても大事なアイテムだったりします。あれ、蜂が外に出てないな。あ、これかな。よいしょ。お、あ、この蜂は倒してくれるか。アビゲールが、アビゲール頑張れ。え、いける？それ大丈夫かな。うわ、ダメな気がする。あ、アビゲールちょっと逃げようか。あ、ダメじゃない、勝ってる。あ、この黄色い蜂はちょっと、よいしょ。なんかチェスターがすごい刺されてる。ちょっとちょっと、チェスターが刺されてるのはやめて。あ、蜂蜜が落ちた。ちょっとちょっとお、蜂蜜はありがたいな。蜂蜜は確かね、食べると体力も回復するし、お腹も回復すると。カエルの足を手に入れたな。こう待ってるとね、蜂はどんどんやってくるので、よいしょ、ガンガン捕まえましょう。まあ、こんな感じで近くにはだいたい蝶もいるので、蝶も一緒に捕まえます。よいしょ。ここカエルがめんどくさいな。あ、取っちゃったのか。あ、アビゲールが強くなってる。大丈夫かな、アビゲール、体力的に。こら、やめろ。あ、あ、なんかアビゲールちょっと助けてカエルはね、攻撃されると一番左端のアイテムを外に落としてしまうという微妙な仕様があります。で、ですね、殺してしまった蜂を。まあ蜂はいろんなとこにいるので、ちょっとまたカットとかそういうのでごまかしながら、このね、蜂の巣を壊した時に出てるこのハニーコンっていうものかな、をもらっとかなきゃいけません。一つね、蜂を全部殺してしまったので、ちょっと取り直しということになるんですけども、まあそれはそんなに大変じゃないので、次の蜂の巣のとこにね行けばそれでいいっていうふうに言い聞かせましょう。あれ、なんか死んでる。お肉がすごい手に入るなそれはありがたいですけども、またしても蜂を取らなければならない。あれ、虫取り網はないぞ。あれ、どっかで落としたかなちょっとどっかで落としたかな。あ、もう壊れちゃったのか。作れる？作れなさそうだな。多分蜘蛛の巣が足らない、足らない。結構ね、すぐ壊れちゃうので、一回使うと 10% 減るのかな。それぐらい使っちゃったような気もするような気がしなくもないけど、まあこの辺グダグダしてますけども、まあ、またカット分けには綺麗なことになってると思います。はいはい、無事蜂を12匹、この巣のかけらをね、ハニーコーンを3つ取ってきました。いや、蜂蜜っていう戦利品とかもありながら、蜂蜜はね、料理に入れることができます。お、これが乾いてる。よいしょ。どうしようかな。これは入れておきたい。ちょっとこの途中で拾ったこのお肉が腐りかけなので、あ、料理に入れてもいいかな。よいしょ。料理に入れても良さそうですね。これでちょっと料理作ってもらおうかな。よいしょ。まあモンスターミートはこんな感じでいつも通り使いましょう。で、巣箱を作りたいんですけども、その前にちょっともろもろ生きる用意を生きるというか日々の
ルーチンをこなさなくてはいけませんね。よいしょ。で、お肉を3つ入れてですね、モンスターミートも含めて大きいお肉を、3つ入れて、もう1つなんか入れるとですね、一番効率のいいというか、一番お腹が膨れる料理ができます。ジャーキーをいきなり使うのはちょっともったいないですけどもこんな感じでどんどんね、料理を増やしていきましょう。よいしょ。お、これですね。この大きな鍋に入ったこのお肉の料理が、お腹150マックスまでね、回復させることができます。ですので、テントで寝た後に食べるとかってこともよくしますね。はい。で、これを次の日作る用意をしていきましょう。そうですね、どこがいいかな。あ、近くに1個、あ、結構花がある、お花があるとこに、作るといいと思います。ないときは、チョウを使っていきます。あ、そうだ、まず開発しなきゃいけないんだった。だから近場に1つ作ることになりますね。あ、鳥が引っかかってる。よし。だからこの橋でやりたいけど、どうしようかな。まあ、上の方に1個作ってもいいですかね。よいしょ。でこれで蜂を飼えるようになります。まあ、右下が一番分かりやすいので、とこっち側で2つ作りたいですかね。よいしょ。ちょっとだけ距離を離すといいと思います。なんとなくですけども、僕はなんとなく距離を離すようにしてます。少しだけで、この蝶を使うとですね、右クリックで花を植えることができます。ですので適当に花を植えてあげましょう。そうすると、蜂がそこに集まって、蜜を集めるようになります。この辺の花の数とかはなんか適当なんですけども、植えておくと蜂が仕事をしてくれますね。こうやってあの花を探してますので、蜂は。よいしょ、よいしょ。で、しばらくすると蜂蜜がたまるようになります。まあ、こういう風に、巣箱は使いますね。蜂蜜がたまるのは結構時間がかかるんですけども、気づいたらたまってて、料理にも使えますし、傷薬を作ることもできます。傷薬はですね、パピルスがいるんだったかな。で、ちょっと心配なのが、巣箱をから蜂蜜を取ると蜂が襲ってくるんですけども、アビゲイルが全部殺してしまわないか、それだけがちょっと心配ですね。まあそれはともかく、パピルスを作って、そうするとこのハニーポリウスってのを作れます。これは誰かにね、使うこともできます。なんかね、蜂蜜が塗った湿布みたいなイメージですかね。結構体力が回復するので、救急セットみたいな感じで作っておくといいと思います。なんかすごい賑やかになってきましたねはい、まあ巣箱はこんな感じで使ってください。遺跡みたいなとこが、を発見しました。この人たちはですね、このロボみたいな、なんかロボというか、なんかメカチックなこの敵は倒しておくといいです。結構強いんですけどね。鎧をつければそんなにきつくないはず。よし、行け。よいしょ、頑張って倒しましょう。これ結構ご利用していけます。そうするとこのギアが手に入るので、あいつだったったった、もうこれ、ここのギアが、いて、手に入ると、まあ大体大丈夫だと思います。ちょっと、アビゲイルを死なせたくないので、ちょっと引き上げますけども。ですね、冷蔵庫みたいなのをね、作れるんですよね、このギアがあると。よいしょ。よし、こうしとこうかな。あ、でも倒してもいいか。倒せるかな。よっ、このブーメランとかを使って
機の鎧装備してアビゲイルと一緒に倒しましょう。このあーアビゲイル死んでる。ご了承でいけるかな。あ、ご了承でいけた。やばい、アビゲイルが死んでしまったって感じで、まあ、とりあえずこのギアを手に入れましょう。ギアは結構大事なアイテムなので頑張って倒すといいと思います。あらららら。うわ、めちゃめちゃややこしいとこに足跡あるな。お、よし見つけた。あ、でもこれは明日の朝だな多分。よいしょ。あ、でも倒せるかな。よいしょ、ブーメランでアタック。よし、その後はだいたい4回か5回かな、多分5回ですね。 4,5 で離れて、 1,2,3,4,5 で離れて、こんな感じで倒せます。 OK で、お肉をたくさんいただいて、かなりねボーナスキャラだと思うので、倒し方マスターというか慣れればすごく楽だと思います。はい、ということで拠点に戻ってきました。もう冬ですね。次の日かな、次の日ぐらいからもう作物が育たなくなってきます。5度以下ぐらいですかね、5度以下ぐらいになると作物が育たなくなりますね。お腹が減ってるから適当になんか食べようかな。これとか食べて良さそうな気がする。よいしょ。おお。あ、やべ、何枚食べちゃった、なんてこと。これを3つと、なんか1つあるかな、良さそうなやつ。あ、ないですね。あ、そうかそうか、野菜ベリーかなんかを入れるといいと思います。これで、お肉3つと何かなんで、これが出来上がりますねって感じで、どんどんね料理を用意しておきます。そうすると冬の過ごし方がすごく楽になりますね。ということで、ついに次回から、冬の、具体的に冬を過ごしていこうと思います。基本的には、辛い時はテントで眠って、お腹が減ったら食べて、って感じですかね。それの結構繰り返しなんですけども、はい。で、ギアはまた次回使おうと思います。ですね、あ、今使えますね。この冷蔵庫をね作ることができます、ギアで。で、この中に入れておくと確かね何倍か、食べ物がね腐るのが遅くなるので、ちょっと腐りそうなものは入れておくといいと思います。はい、あ、もう冬ですねこれは。ということで、アビゲイルが死んでしまってますけども、次回からまたついに、冬をなんでこんなキレキレに喋ってるのか分かりませんけども、ついに冬を過ごす時が来ましたね。はい、また次回見てもらえると嬉しいです。はい、では今回はこの辺で終わっておこうと思います。ではまた。